皆さんこんにちは。新型ベゼルの開発責任者を務めた岡部です。実はホンダの文化の中に、ある意味異質な、分野であったり年齢であったり性別であったり、あえてそういったメンバーを集めて、自由闊達に議論をするワイガヤという企業文化があります。そこでは参加した誰もが平等で一切否定はなく、自由闊達に建設的な議論がなされます。新しい時代になってきて、やはり価値観というところがいろいろ移り変わってきますけれども、それをしっかり我々捉えていかなければいけないということで議論を重ねてきました。この時代オンラインというところの技術が非常に進んで、やもすると一日誰とも会わなかったり、もしくは全然外に出かけなくても生活が成立するような時代になりつつあります。今コロナの時代もあって、その生活が強いられているところは当然ありますけれども、やはり我々はこの難しい時代にあって、生きていくためにその活力を得たりとか、喜びを得るためには、リアルな体験、出会い、あと発見といったものが必要なんではないかというふうに考えています。自分らしいライフスタイル、それをもっと広げたい、もしくはその可能性をもっと広げたい、それにパートナーとして助けになるような、そんな車を作りたいというふうに我々は思っていました。ユーザーの好きともっとつながって、さらにユーザーのそのライフスタイルがより増幅してアンプアップするような、そういったキーワード、思いが我々初期の開発の時にワイガヤから出ました。それを実現したのがこの新型のベゼルになります。